こんにちは、 IAS インターネットアナウンサースクール講師の大竹です。今日はラ行ですよ。あのラ行が綺麗に出ないっていう人は舌先の位置、これだけなんです。あの今日こう順序立ててお話ししていきますけどもね、最後まで見ていただければラ行が綺麗に出るんです。このやり方を今日は、解説していこうと思います。はい、今回解説するのはこの4つですね。まず最初にラ行を発生するとだとかあになってしまう、この理由ですね。それから2つ目は正しい舌先の位置、これ図で解説していきます。で3つ目は具体的に試してみるということですね。で4つ目、綺麗なラ行になるためにはどうしていけばいいのかということで、この4つねお話ししていきますけれども、これ最後までじっくり見ていただければですね、ラ行っていうのは本当に綺麗に出るんですよ。心配しないで最後までちょっと見てください。はい、それで一つ目のラ行がどうしてもダデディドデドダドとかアヤイウレオアオ、 IAS の生徒さんの中にも何人かね、パラピリプルペレポロって言ってみてくださいって言うと、パダピリプルペレポドとかね、パーピープペポ、こういう言い方をしてしまう人が何人かいるんですね。他の動画でもラ行の練習方法っていうのを解説しました。そちらも合わせて見ていただければかなりラ行っていうのがね綺麗になると思います。さあ、それでは続いて正しい舌の位置について図でちょっと解説していきます。はい、じゃあちょっと図で説明していきます。まずこれ上顎下顎がありますよね。で正式にはもうパラピリプルペレポロですよね。ラレリルレロラロなんですけれども、あのパラピリプルペレポロって言った時にパーピープーペーポーっていう風に、発生してしまう人っていうのは、舌の先がこの下顎、この辺りにくっついちゃってるんですよ。舌先が、ね、意識をしてくださいね。舌先がここにくっついて、パラピリプルペレポロっていうとパーピープーペーポーになっちゃうんですね。もう一つのパダピリプルペレポドっていうのは、どうしてパダピリプルペレポドダデディドデドダドになるかっていうと、舌の先がこの上の前歯の内側にくっついちゃったんですよ。歯の内側に舌先がくっついてる。正しくはこれちょっと見てもらうと分かるんですけども、ここ口腔蓋って言って、ここ前歯の裏側にある、ちょっとなんかここの辺りが凹凸がありますけれども、ここ口腔蓋って言うんですけれど、この口腔蓋にきちんと舌先がついてるかどうかですね。前歯に舌先がついてない、上顎の舌先がこれついてない、ここからラっていうと綺麗にラが出るんです。これ誰でも出ます。あのよくやってみてください。絶対この前歯の内側に舌先をつけない、あるいは下顎のこの辺りに舌を置いとかないで、舌の先をここに置くんですね。絶対にこの歯の生え際のところより奥ですね。生え際の奥です。歯の前歯の裏側に舌先をつけちゃダメなんです、ね、だから歯には絶対に舌先はつけない、ね、そうすると綺麗なラが出るはずなんですよ。やってみてください。ここですよ。もう一度言います。パーピープーペーポーって言ってる人は、下顎のこの辺りに舌先が乗っかっちゃってるんですね。パーピープーペーポーって。で、パダピリプルペレポドっていうのは、この上顎の前歯の裏側、歯の裏側に舌先がくっついちゃってる人です。で、パラピリプルペレポロって綺麗にラ行が言える人っていうのは、絶対にこの歯に舌先がくっつかない。この辺りに舌先があって、これで発生するんです。パラピリプルペレポロ。すべてラ行っていうのは、ここですね。ここ。ね、この図で言えば口腔蓋、この辺りに舌先がついてる。これがラ行の正しい出し方なんですね。
はい、図で説明したようにですね、この舌先の位置がきちんとしたところにあればラ行っていうのは綺麗に出るはずなんですよ。だからラだけちょっとやってもらえますかね。ラ、ラ、この前歯の裏側ですよね、裏側の歯の付け根、付け根のちょっと上に舌先を乗せてラ、ラ、絶対に前歯の裏側に舌先がついてないように、ついてしまうとダ、ダになるんですね。前歯の裏側の歯の付け根より上に、上に舌先を持ってってください。ラ、ラ、ラ、出ますよね。ラ、ね、ラ、出ると思います。パラピリブルペレポロ、まだそこまでいかないか、ね、でも出し方っていうのは理論的に今ので分かったと思うんですね。ラ行のまあちょっとした練習なんですけれども、まずですね、三時かラのラですね、三時かラ、こういう風な形でいいです。三時かラ、それからキリトリ、意識してくださいね、歯の付け根意識してもらいたいんですけれども、キリトリですね。それからルスにする、ルスにする、ルは歯の裏側ですよ。それからスミレ、スミレ、レ、レ、絶対歯には舌先がついていない状態ですね。スミレ、スミレですよね。で、あともう一つがボロ、ボロ、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 ロもついてないと思うんですよ。ついてたら綺麗なラ行が出てないはずですから、ロ、ボ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 ロ、口の開きにも注意してくださいね。ボロ、ボロ、この5つを綺麗にゆっくりと出してもらえればラ行がだん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 身についてくるはずなんですよ。ラ行っていうのはどうやって練習していくのか、まずはもう意識の問題ですよ。意識的にこのラ行を練習するときには、ラ、ラ、ラ、絶対に前歯の後ろに舌先をつけない、それから下顎にも絶対に舌をつけない、必ず上顎の前歯の裏側、付け根のちょっと上に舌先を持っていってラ、これでラ、レ、リ、ル、レ、ロ、ラ、ロ、こういう風に練習するということですね。もう一つはやっぱり普段からのもう練習というか癖にしてしまうんですよ。ラ行が出てくる、喋っててもラ行が出てくるときにはもうラっていうのはこうやって出すんだっていうのを癖にしてしまうんですね、自分のね。癖にしてしまうとどん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 分かってきて、どん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 綺麗になっていきます。これはもうさっきも言いましたけど、意識の問題、そして癖にしなきゃいけないということです。ラ行っていうのはね、本当大変なんですよ。下手すると致命的になっちゃうんで、アナウンサーなんかはね。だからまずラ行を克服するには意識、それから癖にする、これ覚えておいてください。今回はラ行、下の位置ですよね、間違ってたんですよ。ラ行が綺麗に出ない人は舌先の位置が間違ってた、それをきちんと改善して、それがもう意識的にできるようになって癖になってしまったら、まずもうラ行を心配することないんです。だからわからなかったらこの動画何回も何回も見直してください。どうやったらラ行がきれいにできるか、それはわかると思います。はい、今日はこのラ行を美しくきれいにする方法についてですね、お話をしてまいりました。これも図で解説しているので、まず間違いなく理論的には分かったと思いますのでね、ぜひ何回も見てください。はい、それからチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で失礼します。